森圭一郎は、日本の男性シンガーソングライター、ラブハンドプロジェクト発案者、ストレッチマンパープル、埼玉県熊谷市出身、ザウの名は、完全燃焼。夢、目標は、歩くこと。徳之島が大好き。徳之島に特別支援学校を設置するための、活動している方々を元気にするために、ひまわりを、作詞、作曲し、 徳之島の子供たちとレコーディング。また、特別支援学校設置のための署名活動を2013年のツアーと同時に行う。音楽と共に、ひたすら前に向かって進む生き様は、多くの人たちの共感を呼んでいる。歌う姿は決して同情を誘うのではなく、アーティストとして、純粋に人を引きつけるものだった。東日本大震災後はライブで、義援金を募り、 被災地へ届けた。母子の遺体が一緒に見つかり、男児の体に浮き輪代わりのペットボトルが紐で縛り付けられていたという話をもとに、赤い紐という曲を作った。英語と日本語で歌い、2012年8月からは全米を横断して路上ライブなどで惨状を訴えた。宮城県石巻市の中学校でボランティアで講演し、人生は挫折してから始まると語りかけた。 以前の自分は、障害に勝ってやろうと苦しんでいたが、今は、障害を受け入れることができた。歩いている時と比べると、失ったものは多いが、今の方が幸せです、と言い切る。名古屋のライブで、観客の姉妹から手紙を渡された。あなたを必要とする人がここにいます、と書かれていた。若い時には誰にも、必要とされず、事故後は、人の手助けが必要になり、 情けなく思っていた。その自分が人に必要とされたことに感動した、死んだ方が楽という考えは頭を時々よぎっていたが、少しずつ前向きになれたという。なぜ自分だけと思う時はあるが、キリがない。前向きになれば、小さなことでも幸せを感じられ、好循環になると分かったと笑う。自分は、障害を乗り越えたんじゃなく、受け入れた。歌を聞いた人には、 あるが、ままの自分を受け入れればいいんだと思ってもらえるかな。地元である熊谷の人々に愛されている。熊谷市、PR a が、熱いぞ。熊谷の音楽を担当し、エンディングテーマ、熊谷を作詞作曲。ストレッチマン出演以降は子供たちから、ストレッチマンパープルと頻繁に声をかけられ、それに対して、笑顔で、ストレッチマンパープルの決めポーズで答えている。子供たちには、 シンガーソングライターよりもストレッチマンパープルとして知られている。母の愛、お兄ちゃんが16の時に事故してお母さん大変だったでしょう。という弟の質問に対して母は次のように答えている。大変だった。でも、あいつのこと信じてた。世界中の誰もがあいつのことを悪く言ったとしても、私しか守ってやれないじゃない。しょうがないじゃない。私は親だから。 母親なんだから、家族として愛していたし、信じてた。信じ続けてきたら、戻ってきた。ようやく帰ってきた。こっちに帰ってきてくれた。信じ続けてよかった。歌詞を最も大切にしている。事務所の社長に、森くんは、音楽の中で何を一番大切にしてるのと聞かれ、歌詞、自分にとって正直な歌詞です。と答えている。 なすっこ踊りたいにプレゼントしたオリジナル曲、太陽のようにについてテーマは愛。太陽のように明るく元気に人生を送ろうという思いを歌詞に込めた。うまさより僕たち、私たちの曲なんだという思いを強く持って表現する方が観客に良さが伝わるはずと語っている。機械的な打ち込みのピコピコしたサウンドよりもシンプルな生音とアコースティックサウンドを好む。 音楽を始めた18歳から19歳の頃によく聴いていたのはエリック・クラプトンで、その他、トニー・ライスやドッグ・アートソンといったブルーグラス系のミュージシャンやロバート・ジョンソンのブルースに憧れていたという、オリジナルアルバムライブアルバム本、雑誌映像作品テレビ番組出演ラジオ番組、出演。ありがとうございます。